はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、私ちょっとね思いまして、ちょっと一個思ったことがありまして、最近その現代遊戯王において出張パーツと言われるパーツめっちゃ増えてるじゃないですか。なんかもう全部合体したらすげえ強いんじゃないかなと思って今回はですね、出張パーツをもうフル搭載してきた出張パーツビート、こちらをねご紹介していきたいというふうに思ってます。まず、出張パーツ1、召喚師アレイスター、まあ、やっぱ出張パーツといえばね、まあ、召喚剣使ってはしまうんですが、まあ、アレイスターはめっちゃ強い1枚からまあね融合してくることができるんで、リンク召喚が重要だね。なので、まあ、まずアレイスターと、あのねギミックとしてアレイスターとめっちゃ相性がいいギミックがレボリューションシンクロンという、まあ、あのカードが、まあ、診断で実装されてるんですけども、アレイスターとレボリューションシンクロで7シンクロして、エンシェントフェアリー出すっていう動きがね結構強いんですよ。このエンシェントフェアリーであのフェード魔法を割ってまたフェード魔法を持ってきて、セリオンズリングとか持ってきて、でレボリューションシンクロが機械族なんで、これセリオンズキングレギュラスがもうすぐすぐ出せるんですね。だからまあ暴走魔法陣とレボリューションシンクロンから入った場合、エンシェントフェアリーからクリスタル、ウィングシンクロドラゴンプラス、メルカバープラス、レギュラスが確定するっていう、もうそこで3妨害が確定するんですよ。でこれめっちゃ強くて、まずここを入れたのと、あと、ディアベレスターね、はい、最近実装されましたディアベレスターのギミック、これアレイスターをコストにして特殊召喚できるのがめちゃくちゃ強いので、さらに、まあ置くカードが結構強くて、まあ、例えばまあシルビアとかね、この辺のカード、まあ、今回ちょっと入ってないけど反撃の財宝とかも言い合えるし、まあ、この辺のギミックが入ってて、でしかもこれ闇属性なんで、まあ、一応ねカリギュラとかも出せますよといったところ、まあ、カリギュラ結構ねパワーとしては縛りのパワーとしてはめっちゃ高いからねとか、それからドラグマーギミック、はい、大体の人、まあ、一応召喚師アレイスターとかディアベルスターとか、このギミックが通んなかった場合の、まあ、サブ保険みたいなところなんですけども、天帝の人から、まあ、例えば、まあ、ガリューラ送って、まあ、ワンドロー入れてから、まあ、ドラグママキシムスドラグマ出していくとか、エクレシアとか出していくとか、あと、召喚師アレイスターの展開通った場合は、まあ、大体そのメルカバーが盤面にいるんで、メルカバーいれば、エクレシアが、まあ、単純に出てきて、でエクレシアからフルルドイス持ってきたり、まあ、ドラゴンパンシメント持ってきたりとかっていう動きができるのと、まあ、あとは、パライゾスで、クシャトリのフェンリル、まあ、ちょっとこれしか入ってないんだけど今回まあちょっとね、これ1枚しか入ってないんでこれどうなのかみたいな話なんだけど、フィールド魔法が欲しいんですよね。フィールド魔法があると、そのさっき言ったようにエンシェントフェアリーで爆破して、そのまあ暴走魔法陣持ってきたりとか、それから、セリオンズキリングが持ってこれたりするんで、まあ、ちょっとここが若干過剰な感は否めないんだけど、ディアベルスターとなんかそのレボリューションシンクロンで重シンクロとかもできてね、なんか意外と、まあ、手札によっては結構展開できるパターンも多かったんで、まあ、ちょっといらないパーツはまあまああるなって気はするけどある気はするけど、まあなんだかんだ展開としては強い展開になることが多かったんで、まあ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 、まあ、割とその思いつきで組んだ、な割にはまあ強かったかなっていう気はしますね。はい、いや早速ね、対戦動画見ていただきましょう。デュエルスタンバイ。これはハンド強そうやな。とりあえず財宝があるぞ。ドローフェーズってドルバケアしながら、アレイスター召喚で、そうだな、アレイスター召喚、これね結構ねやっぱね、ここにねやっぱね誘発をねめちゃくちゃもらうことが多くて、あそうなんですよね、こういうことなんですよね、そうめちゃくちゃ吸ってくれんのねアレイスター君いや本当に誘発ねめちゃくちゃ吸ってくれるから割とね助かってます。はい、いつもありがとう。誘発受けとしては非常に優秀といったところでございまして、で、エンシェントフェアリードラゴンを一旦出していく。アレイサのねレボリューションシンクロの相性はもう最高にいいので、まあ、めちゃくちゃ最強なんでこれ、この誘発受け、まあ、ちょっとフィールド魔法から入ったんでフィールド魔法サーチできないんですが、レボリューションシンクロの効果起動します。これでねなんかねなんか財宝狩りとか落ちてくれると、あ、まあ、まあ財宝じゃねえや、なんだっけ、スネークアイケルカードとか落ちてくると一回ワンドロー入れるみたいなのができるよね。で、まあ、一旦クリスタルウィングで、ニビルケアしまして、はい、こんにちは。で、セリオンズキングレギュラス発動してレボリューションシンクロンを装備。これあまりにも美しいでしょこのシナジー。これ本当だったらねサーチできてるんだけどね、エンシェントフェアリーから暴走魔法陣叩き割ってみたいな動きしてるんだけど、まあ、今回はちょっと引いてたんで、まあ、全てはすべきで解決。いけ、ディアベルスター効果発動。ディアベルスターの効果によってシルビアをセット。
さらに手札から、ドラグマの聖女、ドラグマの聖女エクレシアを特殊召喚、効果発動。このカードの効果により、まあ、ドラグマパニシメントかな、さすがに。まあ、これいつもフルルドリス持ってくるかパニシメント持ってくるか迷うんだけど、まあ、後ろも破壊できるんでね、さすがにパニシメントは強いかなと思って、パニシメントの方、まあ、でもエクストラもね、あれかかっちゃうから、縛りがかかっちゃうから、そこだけちょっと注意なんだけども。さあ、一応何でも向こうが2回あるのと、モンスター効果が1回向こうあるのと、ドラゴンパニシメントという最強の妨害が、成立しますんで、まずめちゃめちゃ強いです。盤面的には。何、貴様も白の聖女エクレシアだというのか、バカな。なんだ、あれか、アルバス出てくるやつか、それとも、あ、そっちね。なるほど、勝俣健二特殊効果。勝俣健二はさすがに破壊した方がいいんじゃない、これ。クリスタルウィング、シンクロドラゴンの方でいいかな。打点上がるしね、打点上がるんで、一応クリスタルウィング、シンクロドラゴンの効果でなんかあるんだよな。あ、もうこれあれか、これエクレシアのチェーンか。エクレシアメインフェーズ中フリーチェーンなんですよね。ガンまあ、あんのかな、なさそうだよね、さすがに。トップドロー、うん、まあエクレシア、はい。いやー、これ出てきたモンスター無効にした方がいいんじゃない。何出てくるんだろう、これ。あー、バクヤか、なるほど。で、バクヤの効果で見せつけるのが、あ、大霊放送系も強いやん。まあでもそんなにか、今は。シルビア効果起動、ディアベレスター、墓地を送って、バクヤの効果無効、バリバリで永続無効。これ永続無効めっちゃ強いですよね。はい。で、ディアベレスターの効果起動して、エクレシアをコストにして、自分の墓地から蘇ってきて、このお姉ちゃんの召喚ムービーもめちゃくちゃ見れるっていうのがこのできないところだね。めちゃくちゃ召喚ムービー見れるというのが結構このできないところではある。さあ、効果が無効になっております。ただ、相手は召喚権を使っていないという絶望的な状態になって、出た！そういうことか！いや、これさすがに破壊したらもう無理だろ。パニシメント発動。で、エクレシア対象に取って、ヌトスをかます。はい。で、ヌトスの効果起動して、相手のそうですよね。はい。いや、めちゃくちゃ強かったな、今の初手。なるほど。G トールカゲーミングでしかねえな、これ。ゾウ G トールカゲーミング来た。頼む、取ってくれ、俺のゾウ G。俺のゾウ G 通んねえんだよな。は？G とかじゃなかった。G とかじゃない。最近結構多いんだよな、メタビ。皆さんどうですか？だから俺のアカウントだけなんかな、すごいメタビ当たるんだけど。なんか、さあ、何、なんかメタビート、なんかなんつうの、メタビートがめっちゃ強いみたいな、大会で結果残してますみたいな感じなの、今。なんか結構当たるんだよね。マジでキモい。シンプルに悪口。シンプルに悪口。めちゃくちゃキモいんだけど、いや、でもこっから行ったらあれか、破壊できねえか。いや、ちょっと一回様子見るか。一回さ、ちょっと、まあ、神戦とかありそうじゃね、大体神戦とかあるんだよね。ちょっと、暴走魔法陣の効果起動するわ。なんもねえじゃん。マジ？いや、こんな高速でチェーン隠せないでしょ。こんな高速でチェーン隠せない。よし、来た。中心ヌトス、一回ぶん投げて。いや、これ、これいけるんちゃう？これなんか、どうしよう。ドラグマ、マクシムスドラグマでいいか。マクシムスドラグマ、持ってくるでいいか。マクシムスドラグマ持ってくる。で、ヌトス砲を発動して、ま、さすがにちょっと結界とだるすぎる。その癖がなんだよ、それ。その癖がないやねん。ちょ、わからん。どうしよう。マクシムスドラグマ、まあ、もうどうせアレイスター出したところで融合できねえじゃん。ちょっと待ってくれ。どうしたいんだ、これ。ちょ、メタビートとの戦い方わからん。てか、あの癖から何？もしかして聖なるバリア、ミラーフォース？全然光んないけど。マジで。あ、ここで光るわ。あ、無限法要とかですかね。あ、パニッシュメントか。なるほど。パニッシュメントか。なるほど。パニッシュメントだるいな。
そうなった場合は、ヌトスでさらに、暴走魔法陣も破壊される。何もなくなりました、何にもなくなりました。ちょっと一回エクレシアのサーチ通したいんだよな。エクスタクラモンスターも出ないから、エクレシア召喚しいか、エクレシア召喚効果起動で、俺もパニッシュメント構えた方がよいいんじゃね、さすがに。これちょ、相手のパニッシュメント多分なんかあと2枚くらい入ってそうだけどね。まあこれあれイスターあんじゃねえかな、これさすがに。ちょっとアタッカー2体でぶん殴っていきましょう。はい、で効果起動。あの姿なんですかマジで。これ本当にあの聖なるバリアミラーフォースの可能性があってマジ怖え。マジでガチでミラーフォースの可能性ある。やめてくれ、やめろ、そこしやるぞ破壊に。まあ似たようなもんだな、やるな。なんかあいつ太鼓のカードでこっちのモンスター背負ってくるな。いや行って行った。まあ一応1500ダメージは通る。まあでも結構通ったな、4000か。カード1枚セット、まあ、これでエンドなんじゃねえか、さすがに。まあちょっとシルイアのコースなかったら痛えが、いや鬱陶しいなこれ。あのステカードなんやそれ。多分ね神戦とかはもうないんだよね。うーわ強ない。ちょお前ふざけんなよ。シルビアの方で、シルビアの方で、シルビアの方で、おいおい、てめえやっていいことが悪いことがあるだろお前。あくそだよきっしょいな、俺きマジできしょいわ、マジきしょいな俺。ほんとにどうしよっかな、これどうしたらいいんだろう。1200抜けないんだけど、この手札1200抜けないんだけど。財宝狩りの悪魔来たところでなんだよな、財宝狩りの悪魔来たところでかなんだよな。あ、うん、あ、待ってこれさ、財宝狩りでさ、ちょっと待って、お、極めてほしいね。クロマジョディアベレスター持ってきます。え、これこれさ、手札からもいけるよね。なんだっけ、シルビア来たわ。ちょ、これ来たかもしれない。シルビアの効果、これ永続無効なんで、これフォッシルダイナパキキュアロとかいう激モモンスターとか無効になる。まあ、そうすると、ドローまだ。召喚師アレイサーを召喚し効果を起動する。いや、来た！いや、いけるぞ！いけるぞ！いける！光属性めっちゃいるし。アルテミスになった方が一応いいか。打点になるな。一応。一応アルテミスになろう。アルテミスなる。一応2ビルケアしなきゃいけないから、これ2回目。で、こっち3回目で、メルカバー出てくるから大丈夫や。あ、相手のヌトスもいいのか。ヌトスとアレイサーだな。ヌトスとアレイサーゲームから除外する。するとメルカバーが出てくる。きたきた。で召喚魔術の効果を起動する。そしてアレイサーを回収し、さらに自分の墓地の財宝狩りの悪魔の効果によって、シルビアを戻してカードを1枚ドロー。カモン、あ、押せ押せ、バトル。いや、これは来た。で、パキキファロ爆発、よし来た来た来た、これはでかい。あとはなんか激キモトラップカードとかを引かれなければなんとかなんじゃないこれ。激規模トラップカードだけだとケアするの。エクレシアダメだろ絶対、そんなもんダメに決まってんだろ。もうクシャトリアとかいらないだろ俺、出せねえわ。もう消えろエクレシア。いやさすがに大丈夫、手札1枚でしょ。いやさすがにいける、頼む、サレンダーしよう。よしクソデッキ成敗神へ。いやー、なるほど、まあ、まあ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 そんなに弱くはないから。ちょっと誘発何もないけど、金満で謙虚な壺どうぞ。何枚除外ですかねこれね。6枚除外、まあ、うらら持ってる場合って皆さんどうします。金満で謙虚な壺6枚除外されたらさすがに打つ気がしますけど、3枚除外で打つかどうかかなり迷いますよね。3枚除外って結構相手舐め
舐めてんなってなって、なんかうららスルーする人も多いかもしれませんが、これ3枚除外する時の皆さんの意見聞きたいですね。神戦、フェンリル、オロプク、財宝狩り、ディアベルスター財宝狩り。なるほど。ディアベルスター入ってるから、まあ、何らかのクシャトリラ、クシャトリ入ってるのか、わかんない。クシャトリラデッキこれ。おろかな、クショってなんだ。しょうがない。京都ウォーターフロント何いや、最強カード来た。やばい、財宝買いのカード、やばい、ちょっと、めちゃくちゃカウンター溜まるよ、これ。めちゃくちゃカウンター溜まるんですけど、これ。ちょっと待って、フィールドから墓地へ送られるカードが送られるたびに、なんかあのカウンターが乗るという効果がありまして、京都ウォーターフロント。京都ウォーターフロントは、カウンターを3個あの置かれていると、怪獣がサーチできて、まあ、うんぬんかんぬんする的な効果が、めっちゃ父でかい女来た。めちゃくちゃ父がでかい女来た。え、ちょ、まあ、やばくないこれ、めちゃくちゃカード墓地送られるんだけど、これ。どういうこと、これ、エクセル展開されるこれ。エクセルワードパワポ展開されるこれ。うわ、出たー、やばいかもしんない、これ、マジでカウンターめっちゃたまるやん。ちょ、待って、これ、本当にやばいこと起きるかもしれない。スクネークアイエクセル、特殊召喚成功時効果発動。もう3個たまってんの、やばいだろ、これ。さあ、エクセル効果で、パワーポイント持ってきて、で、パワーポイント効果発動して特殊召喚できる。最近さ、あのエクセルとかパワーポとかワード全く使ってないんだけどさ、でも全く使ってないっていうか、俺の Windows に入ってないんだけど、ほんとケチったから、あのなんか Google ドキュメントみたいなやつずっと使ってんだよね。あのスプレッドシートみたいなのとか、なんかエクセルとかワードなくても生きていける人種なんですけど、皆さんはどうでしょう。普通の会社だったらさすがにまだエクセルとか使ってんのかな。 Google ドキュメントで あのやってる会社はあんまないか。さあ、リンクリボー、出てきて、でさらにポップレス、あ、なにこれ、あ、フルドリス出せると。なるほどですね。これ僕の予想が正しければなんですけど、これ多分これカウンター3個乗ってる場合、怪獣サーチってこれさ、多分なんだけどさ、これさ、ガメラなんじゃない。俺さあ、いや、そんな気がしたんだよね。やばい、出そうやばい、あ、優先権やばいやばい、優先権やばい。ちょっと待って、もう出した方がいい、これ。あのガメラが出てくるとほんとカウンターの2個取り除いて、なんか魔法トラップモンスターの効果を、発動無効にして除外されるというガチでやばい効果ありましてですね、ちょっとやばいですこれ普通に。でフルドリス出しておきましょう。発動する効果なんでね、ガメシール君22打点だから一応殴れはしそう、フルドリスで。スネークアイオーク、さあオークの効果起動、墓地からモンスター蘇生。いや、バケモンみたいな展開力相変わらずしてんな、これな。で、フランベルジュが出てきて、で、フランベルジュ君の効果が起動されて、あーフルルドリスやべえ、ちょっと、早計すぎたか、あまりにも早く出しすぎた結果、やばいことが起きたか、これ。もしかして。いや、でも、いつ出てくるかわかんないからさ、ガメちゃん。これだってさ、まだ召喚権使ってないんだぜ、相手これ。いや、そうなんだよ、怪獣、何財宝スネークアイ怪獣とかいうなんかよくわからないデッキ僕も作ったんですけども、画面シールやばいねやばいってやばいわそれは。ちょっと待って、やばいこと来た。ちょ、怪奇怪獣画面シールほんまにやばくてですね、このモンスター何が起きてるかっていうと、怪獣カウンターをなんか2個取り除くと、相手が発動した魔法トラップモンスターの効果なんでも発動無効にして除外しますみたいな効果ありまして、これカウンターが、存在する限り無限に使うことができるんですね。はい。で、これやばいのは、結局そのガメシールのカウンター使う、要はコスト的なカウンターが、なんか魔法トラップカードとか、なんかモンスターとかが墓地に行くと、そのカウンターがどんどんまた溜まっちゃうんですよ。それがマジでやばくて、それがね、待って、これ無理じゃない、なんか踏み込られねえかな、なんとか。あー、でディアベルスターも出てるのか、なるほど。ディアベルスターが出てきて、なるほどね。まあ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 、これであれですか、相手ターンのアポロウサからのカウンター貯めるみたいなムーブですかこれ。きれい、さすがにきれい。なるほど、どうしようかな、さすがにいった、一旦これは、いやー、どうしよう、ちょっと魔法陣打つしかないか、魔法陣打つしかない、魔法陣打って、ちょ、墓穴でさ、なんか
踏めねえかな、まあ、とりあえずちょっと暴走魔法陣打つわ。暴走魔法陣打って、まあ、今5なんでもうなんかもはやもう無効にされてもされなくても関係ないから、暴走魔法陣打ちます。あ、これはスルーしてくる。で魔法使い、あ、召喚師アレイスターを手札に加えていく。で、召喚師アレイスター召喚せざるを得ない。で召喚師アレイスターの効果を起動。で IP マスカレーナディアベルスターがいて、ガメシエルちゃんの、なるほどね、ガメちゃんのガメラの効果が起動されて無効にされて除外されます。カウンターと1個、カウンターと1個じゃあかなじゃあ打ってくれ、打ってくれ、打ってくれ、頼む、ちょ打て。ちょっと待って、これ打ってくんないとほんまにおらしいなんだよ。ちょ、リンクリボー除外するといいのか、リンクリボー除外すると、あー打ってくんない、打ってくんないと話変わるんだって天帝の人打ちたいんだけど、なんかある無理すぎか、おい、ふざけんなこのカメラ、ふざけんなこのカメラ、ふざけんな。しかもさ、厄介なの、怪獣は怪獣で勝利できないからさ、怪獣されないんだよね、リリースされないっていう、あのさ、マジやばい。ちょっと待って、これ発動ボコだからいけんじゃねこれ、もう一回。いや、いけたところでなんだよな、この結局。いや、ガメラ強すぎる、それあんのかい。おい、ふざけんな、これでまたカウンターたまるやんけ。おい、ふざけんな、これ。はっはっやばすぎやばすぎね、このデッキ。誰が勝てんねん、マジでこれ。誰が勝てんねん、無理やろ。やっぱさ、画面シールとかいうモンスターのさ、これ効果いかれてない、これ。誰が考えたんだよ、この4番の効果。どう考えてもいかれてんだろ。ちょ、ふざけんなよ。いや、マジで、ちょっと本当に、このデッキ考えたやつ誰？